今日の御言葉、ペテロの手紙第1章12節から16節。彼らは自分たちのためではなく、あなた方のために奉仕しているのだという啓示を受けました。そして彼らが調べたことが、今や天から使わされた聖霊により福音を語った人々を通してあなた方に告げ知らされたのです。御使いたちもそれをはっきり見たいと願っています。ですからあなた方は心を引き締め、身を慎み、イエス・キリストが現れる時に与えられる恵みをひたすら待ち望みなさい。従順な子供となり、以前無知であった時の欲望に従わず、むしろあなた方を召された聖なる方に習い、あなた方自身生活のすべてにおいて聖なるものとなりなさい。あなた方は聖なるものでなければならない、私が聖だからであると書いてあるからです。私たちはイエス様によって救われました。ですから救われる前の無知であった状態、欲望に従って生きる状態をやめましょう。心を引き締め、身を慎んで、イエス様が再びやって来られるのをひたすら待ち望んでいきましょう。神様は私たちが聖なるものとされることを願っておられます。今日も聖なるものにふさわしい生活を歩んでいこうではありませんか。 All for Jesus。